はい、じゃあ、とりあえずね、今日が10じゃねえ、1月の26ぐらいかな。そうですね、1月26日ですね、動画撮っていきたいと思います。一応ね、タイトルにもある通り、ちょっと待ってくださいね。昨日か、昨日の25日曜日ね、東急の、8500系最後の車両がね、ホンダに、入場しましたということで、そうですね、これでもうおそらく8500系ね、形式消滅になって、どうなんですかね、ホンダの入れ替え機として残るのか、確かね、幕式かなんかの車両がね、まだホンダ工場って残ってるはずなんですけどね。それが今後残るのか、はたまたね、全部解体になるのか。まあ、一番ね、もしかしたらね、部品取りっていう名目で、まあ、伊豆急の、そうですね、8000系たちの予備部品にもなるのか。まあ、その辺はね、はたまた、まあ、長野電鉄もいるんでね、はたまた、わかりませんけど、そうですね、とりあえずは、そうですね、まあ、関東のね、一大会社から、まあ、一つのね、形式が証明してください。ちょっと寂しいなことございますんで、今回は一応ね、タイトルにある通りこちらですね。これは発売は先々週ぐらいか、先月か、今月かもしれないけど、発売しましたね。こちら、東京の8500ね、青木の SNS ですね。ちょっとね、赤木のもね、本当は先週来てるんですけど、なんだっけ、あの人にガンダルで、俺が首タイムまだ引けるくらい、ね、一応今日も木曜日、この方も今日わかるんですけど、一応金曜日にね、明日か、今日中にはね、引き取りたいかなと思っておりますと。まあ、一応まだ発売から1週間ぐらいなんで、まあ、問題ないんでね、行っていきたいと思います。まさかちょっと首が痛くて引っ張ってる状況なんで、すいませんけど、お待ちください。よし、じゃあ行きましょうかね。一応今回はね、重量全部の側面の行き先と、今回ね、めんどくさいんですけども、女性戦車とかもね、全部こっちのシールから、貼っていきたいかなと思っておりますんでね、貼っていきましょうか。まあ、後々ね、世田谷車両の、インレットとか、その辺もね、駆使していきたいかなと思っております。よいしょ。一応ね、今回はね、この、青火のラスト分校のね、何番だっけ？ちょっと待ってください。確かね、メモ帳かなんかにメモしたのがあるんで。これじゃないな。ちょっとお待ちくさいね。どれだっけ？そうですね、おとといの月曜日が、この子ね、ラスト分校になったみたいなんですけど、その時のラスト分校の40系列車にしたいかなと思うんですけど、シールあるかな？まあ、なかったらね、ちょっと統計書き始めますんで、ちょっとお待ちくださいなんですけど。すげえな、これ全運行番号入ってるもしかして。いや、全部でねえのか。2815。あ、でもちょっと40系入ってんじゃん。えらいえらい。じゃあ40系にしましょうか、今回は。で、今回は一応40系で、そうですね、各駅停車の長津田行きなんで。一応そうですね、40系と上から、確定、一応ね、確定引っ張り出して、一応長津田行き。で、確定の長津田もこの辺にあるはずなんで。多分この辺ですかね。ちょうどここかな。うん、やつで貼っていきたいかなと思います。よし、じゃあ行きましょうか。で、今回はね、一応ね、ずいぶん前にね、作った、室内灯がね、一応10本だけまだ残ってましたんで、今回ね、一応、この青ビンナーに室内灯を入れていきたいかなと。いや、本当はね、まあ、今日が明日一人に行くシャボン玉よ、あと、赤帯よ、赤のさよなら用の室内灯も作ったはずなんですけど、なぜかちょっとね、在庫が見当たらないんで、そうですね、また、これはね、お祝い作るとするしかないんで、申し訳ないんですけど、そうですね、なぜかないんですよね。だから俺がもしかして作って変なとこ置いちゃったのかもしれないし、まあ、わかんないんで、すいません、お待ちください。これ全部ね、今年の、5月の4日線になりますんで、ちょっとお待ちくださいと。よし、じゃあ順に貼っていきましょうか。まあ、ある程度ね、東京の8500系たちで、もう今までいくつかの新品中古車買ってきてますんで、まあ、ある程度ね、資源の貼り方は分かってますんで、まあ、それは2から役にしながらやっていきましょうか。よし。そうっすね。じゃあ、今回一応、編成的にはこれパンタ車だっけ、多分あれかな、中央林間か。中央林間ですね。こっちからやっていきたいかな。で、一応そうっすね、これ女性戦車、必要なんで、その辺も貼っていきたいかなと思います。買ったないと。ちょっと歯を飛ぶ。よいしょ。2個折れちゃった。まあ全然2個でもいいんですけど。よいしょ。よいしょ。40系。あれ？どこだっけ？うんこ番号確か右だよな。そうですね、うんこ番号右っすね。まあでも本当にマジで。ですね。東急から8500系がなくなるなんて。やっぱり寂しいっすね。まあ、
昔はね、結構ね、撮影行ったりしたんですけど、最近はね、全然東京の撮影行ってなかったんで、そうですね、青い文化村なんかちょうどあるか、なんだっけ、東京の目黒線が誰か、甲州層がちょうど人身事故で遅れた日はね、運よくあの遅れた時間帯に文化村来たんで、運よく、そうですね、会えたんですけど、結局あれが最後になっちゃったのか。でも結構伝統してるのはね、なんだっけ、どこだっけな。タマプラとかあの辺かな、結構線路内に人差し入れ相次いだんで、どうなのかなっていう感じですけど、タマプラだっけな、多分上りとか、溝の口からね、なんだっけ、中津大体の結構あの辺だと思うんですけど、結構ね、線路内に人差し入れ相次いでたんで、まあ、俺はね、行くのやめてたんですけど、そうですね、もともとね、まあ、もともとこの子たちね、シャボン玉でデビューして、で、あれか、シャボン玉だからかな、確か東急のテレビ会社だっけ、確か東急電鉄かなんかの系列会社で、テレビ会社のね、ところがあるんですけど、その系列かなんかの、なんだっけな、広告塔にもなって、で、その後シャボン玉になって、で、シャボン玉もね、結局解除されて、で、今ね、文化村って運行してたんですけど、あ、ね、文化村がね、なんかこのカラフル度感がね、あんまり好きじゃなくて、たぶんね、俺がいつ8500円の中でも買ってないロットがあるんですけど、まあ、それが文化村のやつなんですけど、その文化村のやつ買ってないんですよね。ちなみにこの子ってあれだよな、確定表記って入っていいんだよね。どうだっけ？ちょっと待ってくださいね。確かね、いつだっけな、ここに2、3年ぐらいでね、結構この8500円もね、確定表記がつくようになったんですけど。それまで確定表記つかなかったんですよね、なぜか。ちょっとお待ちくださいね。これは、臨時と休校か。わ、すげえな。この人何個持ってんだ？おやー、すげえ、この人、東急？すげえ、同じやつ6個買ってるわ。基本造結で合わせて、家具。バケモンだな。ちょっとお待ちくださいね。そうですね、確定容器入っちゃっていいやつですね。じゃあ大丈夫。大丈夫そうっすね。よし。で、あと女性専用車が、これは違うんだっけ。こっちに貼るのが、軽用か。15車用。してますね。下側の女性専用車貼っていきましょうか。確かこれ、各窓左側だよな。ごめんなさい、各窓右だった。そこの2分の1を外すっていう。本当にインネタにしたかったんですけど、まだ買いに行ってないんで、今回ね、まあ、GM のシールのままで、行っちゃいたいと思います、ちょっと。右だよね。ちょ、どうなんだ、世田谷ソルセンターのこれ裏張りあんのかな？ちょ、多分女性層ってガラス、どっちなんだ、裏張りか表張りか。すみません、俺その辺ちょっと把握しきれてないんで、申し訳ないですけど。よいしょ。
そうっすね、本当、何年か前か忘れたけど、ここ1、2年ぐらいかな。GM のこのシールもね、厚ぼったいゴミっぽいやつじゃなくて、薄っぽいね、やつになってくれたんで、そんなに、ね、違和感なく貼れるんで、ありがたいなぁと思いつつ、貼っておいたっけ。でも今思えばなんかノーマルの文化村も買っとけばよかったな ちょっと失敗しましたね。なんかね、このカラフルドア感がね 俺もなんかね、まあ、派生分けて結構ほら、単調？まあ単調さえしてるかもしれないけど。結構ね、前面だけ赤でシンプルイズベストって感じがして俺は好きだったんですけど。それがなんかわけも分かんないしたりしてるかもしれないけど。そうですね、カラフルドアになってしまいには広告つきましたからね。俺はだから正直言っちゃうけどね、まあ、8631、赤い方がね、そうね、最後まで残って欲しかったんですけど。しょうがないのかな。で、確定何月だろうだっけ。なんで、これが押し上げなんだよね、みたいな感じ。押し上げのちょうど、1ブロック上か。2ブロックか。ここは押し上げなんで、ここっすね。試しにね、枠のギリギリ外で切ってみて。おっきいか小さいか判断しましょうか。あ、でもこれてめえあれなんだ。階層、臨時は入ってるんですけど、92K は入ってないんだ。そりゃそうか。まあ入ってたら入ってたら面白いなと思いましたけど。あ、そうですね。でも外枠いっぱいで全然良さそうですね。大きさ的に。本当にマジで、変にくしゃみして寝違えたのが痛くて、この1週間ね、ろくに動けてなかったですかね。本当に補機とかさ、昨日の相模線とかも取りに行きたかったんだけど、結局そうですね、なんだかんだで行けずじまいだったんで、くそーと思ったんですけどね。あとは優先席か。まあ、ちょっと実写と違ったら ご愛嬌にしましょうか。てるよね、確か。ですね、
車体側にヘルプマーク、まあ、そっち側、車体側にヘルプマークなんで合ってますね。で、側面貼った、前面貼ったと。で、あとの軽いのがあるのか。そうですね。先頭車は女性専用車と、側面行き先と、優先席2つか。OK。じゃこれ OK ですね。結構1両で116分なんで。まあ、そうですね。今回は女性専用車とね、前面に時間かかっちゃったんで。まあ、ここからね、中間車なんかは、本当側面貼って優先席貼ってるところで少ないところが出てきますんで。よいしょ。次、2号車が。2号車は優先席貼ってから、H と G。ああ、車椅子ベビーカマンか。了解了解。優先席はちなみに渋谷よりか。H と G か。
飲みますね。やっぱここはそうですね。優先席に行き先と、まあ、車椅子ビッグマックだけなんで、楽っすね。で、次が8号車は、8号車もっと楽っすね。優先席と、側面だけか。でもね、尺がね、そうですね、無駄話してきたら今20分ぐらいなんで、ね。ちょっとね、巻き巻きで。気をつけつつ巻き巻きで。あ、すいません。あれ、切れちゃった。ちょっと指はあんのか。そうですね。4列が12個だから2個は、指あんのか。スネートはね、後でまとめて入れちゃいましょうか。で、次4号車が、4号車も同じくっすね。
今日考えると俺が持っている古い子たちって多分ヘルプマークついてない古いやつなんで、張り替えたいですね、優先席。それは全部世田谷インビテにしましょうか。しょうがないんで。で、これで半分の4両が終わり。よし、オッケーと。そうですね。で、6号車からこっちですね。よいしょ。落ちるね。6号車。これもそうですね。側面ってあれだっけ。まあでも古いやつはね、古いやつでもいいと思うんですけど。どっちにしようか。結構ね、このなんだっけ。後期車っていうの。軽量車か。この軽量車たちね、結構古いロットあるんですよね。車体の中か。大丈夫そうです。結構今回のやつね、西部の方もところどころ窓にホコリとかついてたんで、まあ致し方ないのかなと思ってて。逆に貼った臭いですね。ちょっと待ってください。6号車デハだから。ちょっと待ってください。4号車と一緒だ。完全に逆に貼りました。やっちゃった。
もう一個面白い。あれおかしい。私は結構簡単に入ってたんですけど。あ、大丈夫そうです。多分シール貼り替えた方が 早かった気がしますけど。大丈夫そうですね。違和感は ないっすね。よし、いいか、下も。いくぜ。今日も先に、そうですね、一旦こっち行きましょうか。次が、ちょうどここで半分の、5号車か。5号車は、5号車もそうですね、6面と2成績だけですね。側面の行き先は予備がないんだ。今回そうですね、西武の2線といい。ちょっとこの結構サヨナラ系がね、シールの予備が、ちょっとないっていうね。あれ、もともとの側面ってなかったっけ、予備。俺、増えてねえな。あ、でもあれだ、2000系の2両セットの方はそうだ、側面の予備あったんだ。この辺でちょうど37分か。次が4号車も、そうですね、2つだけっす。この辺でも一気に落進が増えてきてるんで。今回のね、シャボン玉と、86の31に関しては、多分ね、どうしようかな。多分、紹介動画、まあ、それぞれね、重量編成なんで、紹介動画1本と、まあ、こうやってね、付属品の取り付けと、まあ、シールが、多分1本ずつになるのかな。でも、今回そうですね。シールの取り付けだけで約10分なんで、もしかしたら付属品の取り付けはね、また紹介動画の時になるかもしれませんけどね。すいませんね。現状未定なんでね。
ここにね、本当に首がつり、なんかピーってつったる感じがね、ちょこちょことするんで。もうちょっとね。まあ、だましだましの。作業になっちゃって、申し訳ないんですけど。よし。多分3号車がもしかしたらまたあるかな？車椅子とベビーカーマークかな？そうですね。3号車が車椅子とベビーカーマークっす。ちなみにこれも、弱冷房車ってどこにあるんだ？ F って。あ、弱冷房車2号車か。オッケー。他の3両が。そうですね。結構大変ですね。3号車が、H と G か。そうですね。どっちか。
ここまでで約45分か。さあ、問題は、そうね、一番のネックがこの後、そうですね、弱冷房車が、ドア上全部と、女性専用車6箇所ですからね。結構量多いね。いや、予備あるな。あ、ごめんなさい、予備あったわ、側面。俺が普通に数え間違えてただけだ。じゃあなんでセーブだけ予備ないんだろう。すっげえ気になるね。あれミスったのかな。ちなみにシールは、そうね、5726だから、こっちこれ専用か。シールこう ?5700? あ、なるほど。これ、シール共通なんだ。今回のやつ5720なんで、今回のやつ赤いやつと共通なんだ。ってこと赤い方でも、そうですね、あの、廃車外装の、あの、92K がないことが確定しましたね。なるほど。シールはそっちの共通なのか。で、まさかのそっちじゃない方が先に発売しちゃったんだ。よかった。そうね、確かに時期的に見ればシャボン玉が今回の赤ハビと一緒なんで、まあ悪くはないけどね。もともとですね、こいつら発売日が確か赤が最初で、あ、じゃあ青が最初か。で、赤が、赤と、なんだっけ。あ、多分そうだよな。確かにもともとセーブと、この青いやつが一緒の発売時期だったんですけど、セーブが遅れたのか。で、こいつは俺はただ単に貼るのが遅かったんだけど、失礼しましたって感じですね。問題は弱冷房車か。ちょっと下の透明が目立っちゃったな。切るか。無理そうだな、これ。うわ、失敗したな。あ、でもだいぶ切れたな
守備が16、今8か、8に対して10、8に対して守備1個か。思った、俺買った、金みたいなの持ってきたけど使ってねえじゃん。今気づいた。で、最後先頭車っすね。
よし、あと片面か。あぶね。よいしょ。400的には56分ぐらいか。おー、55分か。今までだいたいシールとかって2、3両貼ったらいくらいくって話だったけど、今回全部貼ってますからね。珍しく。よし、これかな。で、最後、前面が。よし。なもんすかね。じゃあ最後にスライドをつけて購入していきましょうかね。よいしょ。よいしょ。疲れた。じゃあ今回は下からつけていきましょう。で、コンセントとかも。レールはちょっとまたもう一回手の近くにした方がいいかもしれない。車両が出てくるか。よいしょ。スネークはね、パッ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 とつけれますので。車両とか。よいしょ。じゃあ、先頭車からですね。一応こっち1号車間なんですけど。先頭車でこいつら切られてあんのか。全部切られてんのか。これ多分努力しようもないな。たまにスプリングこうやってくっつけてるけど、ひどいことになってますんで。なくて良さそうっすね。で、この車間も座席パーツ付きからね、
まあ今までね、シャタムの出せなかったんで、この辺から質問取るんですけど、今ね、座席あるんで、ここからね、なると室内と取れないんで。シャタンブの挫折機はね、ここがね、ちょっと難点かな、個人的には。まあ悪くないですけど。よし、どうぞ。そもそもヘッドライトですかね。ちょっと待ってくださいね。ダメですね。多分レールかなんかが壊れたな。ショートするんだったら多分ショートするはずなんですけど。全くつかないんで、ちょっと動力者借りて。このタイミングでパパ壊れ止まらなかった。もともとに調子悪くて結構電源も仕掛けたりしてたんで、まあ、そのうち壊れるなと思ったんですけど。このタイミングだったかな。あ、どうしよう、動くな。単純に床下がずれてるだけか。うん。これ多分動画的に、そうですね、ここから先は、多分プライベートタイムになりそうな。もしかして。大丈夫そうっすね。ハレーションじゃない、これはどうしようもないんで。これは無理。今回全部ね、渋谷寄りの方からライトをつけちゃいましょう。その方が楽なんで。グリーンボックスのこれのいいところはね、どっちからでもね、室内灯取れるようにできてるんで、そうですね、これは結構ね、大手の中では珍しいですよね。大丈夫。いや、大丈夫じゃない。何かが噛み合わせずれてます。ああ、なるほど、一発かかんない。
ダメだ、外れた。着席多分1時間今5分なんで、多分そうですね。残りはカメラ切れそうですね。こう死んじゃってるんだ。ダメだ。じゃあ、はめ直したんですけど、大丈夫そうっすね。まだまだな。7割あるんで。多分でもね、ポランドもね、カメラ切れると思うんだけどな。結構ね、一本一本ね、ものによって巻き癖の長さとか違ったりするんで。とりあえずカメラが切れたんで、後で合成しておきますけど、ちょっと待ってくださいね。これパンタ社だっけ？パンタナ社か。パンナ社はこっちか。中でショートしたな G って言った時は大体ショートコースなんですよね。あ、なるほど、ここか。大丈夫そうですね。シールがずれてた で、動力者と。結構ね、動力者はね、台車持つと外れることが多いんで、なるべくね、床敷機の方がおすすめかなと思います。ここだけはね。で、動力用と。ショートしたなってこと当たったな。
ダメだな、ここだけ。しょうがないんで。ずれやすいですけど、こっちからもらいましょうか。ダメだな。ついた。これでいいっすね。OK と。動力車をね、あそこの穴から持ってくるか、車端部の、まあ、本当に古いタイプと同じ。そうさ、本当に3桁、5桁品番か、5桁品番の初期組と同じ組でもいいんですけど。まあ、これは人それぞれの言い方ですかね。俺は面倒くさいんで、今回こっちから持ってきちゃいましたけど。よいしょ。ちなみにね、あと、室内テープを取り抜くと、ここに落ちてた。よいしょ、とっと。よいしょ、と。ブルーだ。これで6両終わりですね。よいしょ。よいしょ。なんか今回のケース、早く蓋がバカになってきてるな。ちょっと気をつけないと。よいしょ。あ、取れちゃった。
どうなってんの？ ハンド出すのめんどくさいんでね、それは避けたいんですけど。わかった、こうだ。はい、当たり。まあ、ちょっと伸びちゃいましたけど。なんかすげえ床版が斜め、気のせいか。気のせいか。わ かんないけど。これ斜めってるかもな、もう一回。ある程度転がるんで、まだマシっすけど。ここがそうですね、ここぐにょぐにょするんで押すと。もしかしたらこの床板自体、そうね、曲がってるかもしれないんで、まあ最悪はね、新しい別の、製品のやつと交換玉付きで出せば悪くないですけど。そうですね。こうやってみると、やっぱりうっすら上がってますね。まあ、パキパキ言ってるんで、多分ここ折れそうなんで、これじゃちょっと要注意ですけど。まあ、しょうがないか。これだけ曲がってるっていうのが気になりますね。床板なんかはね、全部共通で、なんか、機器だけ。多分別意見これできてるんで、違うはずなんで、これだけ歪んでるっていうのもなんか面白いですね。たまたまの多分、なんていうの、まあ、整形不良だと思うんですけど、個体差もあるのがあると思うんで。先生、これそんなに歪んでるのかな、もしかしたら。ちょっと歪んでるかも、全体的に。まあいいや。あと2両か。
あ、でもこれ歪んでないな。まっすぐっすね。やっぱり、床下機器が多かったら水と違うと歪むんですかね。もうわかんないけど。あ、くそ。くそ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 。あ、取れた。よし。ずれたんだ。あ、なるほど。右側がずれてますね。完全に。大丈夫ですね。そして最後これ、なんだっけ、中央林間寄りの戦闘車。よし、これでやっと終わりか。したらそうですね、多分ね、E4 作ろうとしてた室内灯が全部で多分24個ぐらいあるんで、あったような、ちょっと待ってくださいね。もうね、ブリッジダイオードがね、正直言うとそこついちゃってるんですよ。なので、ね、これ多分ブリッジディオードないやつか。あ、そうですね。一応、イオン系のやつがブリッジディオードついてるのがあるんで、しかしかしね。これが全部で何個あるかもんね。あ、でもそんなになさそうだな。いや、ごめん、結構あったわ。ごめん、めちゃくちゃ集合的教習で今、ギバーズでした。一応、こういう感じですね。これがまず一セット。これ何個だ ?1、2、3、4、5とかな。8。あ、これって一セット分か。で、多分これがじゃあもう一セット分かな、おそらく。いや、車両が足りてねえな。こっち4両分しかないっすね。まあそうですね。結局あれもね、室内灯をつけるつけないの前に、まあメーカーエラーでね。確か、年明けいつだっけ?今年の春先かなんかに、ね、トミツのイオン系はメーカー対応するって話なんで、まあ俺もね、まだ室内灯入れずに。まあ一部のね、腐った車輪だけはね、別途交換したんですけど。まあまたね、そしたらこう、腐ってるかどうか確認しなきゃいけないんですけど。そうですね。やっぱりブリッジダイオードが、そこついちゃってますね。まあ、今回ね、シャボン玉ね、俺そもそも旧製品の、4桁時点のシャボン玉、GM とクロスポイントの、掛け合わせのやつ持ってるんで、ぶっちゃけ今回いらなかったんですけど、まあ、なんとなくね、買っちゃったんで、今回。まあ、予約しててよかったかなって感じなんですけど。シャボン玉には入れなくてもいいんで、せめてそうですね、赤のさよならには、ちょっと個人的には入れたいなと思うんでね。ちょっと10個だけは掛け集めましょうか。どうしてもね、まあ、本当にブリッジアドなんか秋葉原で買えばいいんですけど、まあ、それが通販でね、ちょっとポチって買っちゃえばいいんですけど、秋葉原がね、なんだろうな、オタクの聖地の秋葉原はわかるんですよ、全然。多分ね、俺、どうしても秋葉原苦手な理由があってね、多分言ったことあるっけな、ツイッターとかで。多分ね、まあ、秋葉原苦手な理由があって、まあ、俺、結構まあ、こういう関係はね、昔から、中学時代から結構幅広くて、まあ、いろんな職種の人がね、知り合いにはいるんで、まあ、看護師、まあ、ナース含め、一時期ね、風俗やってた子たちっていうのは、まあ、知り合いに何人かいたりするんで。まあ、ですか、まあ、例によってもね、秋葉原で普通にメイドカフェで新しい知り合いっていうのもいるんで。裏表がわかるんですよね、俺だから。あれ、まだイモンはいいんですよ。多分NBJの動画見てる人なんでわかると思うんですけど、イモンの秋葉原は、まだね、秋葉原に来ててから、普通に潰れたセガのゲーセンかな?セガだっけ?なんかのゲーセンのところザーって、総武線の線の上にずっと、なんだっけ?お茶の水方面に歩いていけばいいだけなんで。まあ、全然いいですけど、ポポンとか、なんだっけ、ポチの方になると、結構ね、メイドキスとかがね、ちらほらちらほらちょっと多いんですよ。
って、俺ね、客引きしてるね、ババア連中がどうしても苦手で。そうですね、結構ね、あの辺で歩いてね、客引きしてる人見てると、結構ね、おかんと身震いとね、じんましんが来てるんですよ。まあ、失礼に言い方なんで、申し訳ないですけど。これ使うか、これと、これも使えそうだな。なのでね、ちょっとどうしてもね、秋葉原はね、俺あんまり好きじゃないんですよ。申し訳ないですけど。そうなんですよね。メイドカフェとか、風俗場の裏表を知ってるんで。だ多分ね、常識だと思うんですけど、結構風俗場って、年齢差分でるサイトっていうのが多いんですよ。多いのかな？俺の知り合いがね、働いてた店で、まあ、俺の知り合い二人働いてたんですけど、風俗店で。二人ともね、差分でるんですよ。しかも2、3個ぐらいかな。まあ、言っていいのかわからないけど、まあ、店舗名はね、伏せますけど。どうなんですかね、もう働いてるんですかね。ちなみにね、どこの店舗かっていうと、長野と大阪。昔のね、スマホにはね、俺その風俗店の情報、まあ別にどこだったら出るのって聞いた時に、まあ入れてたんですけど、今はスマホ変えちゃって、全然入ってないんで、なんだっけな、ちょっと待ちくださいね。まあ上司尺は無駄話で行くんですけど、多分ね、長野はね、わかるんだよな。まあ風俗っていうかデリヘル？なんだっけな、あるかな？そのサイト。おっと。今働いてるかどうかわかんないですよ。もしかしたらもうやめちゃったのかな。古いサイトと新しいサイトっていうのが2種類あるんですよ、そこのお店って。なので、古いサイトだったらもしかしたらね、その元カノのプロフィールあるかもしれないんだよ。そう、多分ね、何年前だ多分、いや、銀ちゃんが浦和にいた頃だから、多分2、3年、いや、2、3年どこじゃねえな。銀ちゃんが浦和にいたのが多分2018年、19年なんですよ。どこだっけ、銀ちゃん。そうそう、銀ちゃんがここにいたのが2018年、19年で、今2023年か。多分、丸4、5年。丸4、5年前ですね。その頃のあれなんで、ちょっと待ってくださいね。在籍一覧出てるから。これ多分新しい方のサイトだな。そうね、これ新しい方のサイトっすね。そうね、俺のとかのデータねえな。でもね、店舗は分かった。店舗名だけは聞き覚えあったんで、なんつったらいいの。今、なんとなくでね、ポチって調べたんですけど、店舗名は合ってたぞ。ちょっとお待ちくださいね。ただ、元カノいるかな、多分いないと思うんだけど。コンパニオン一覧で調べてみてもね、多分いないと思うんだよな、もう。そして、多分いないっすね。当時の俺の、なんだっけ。当時の俺が多分ね、3年前だから、ほんと20歳とか19の時だったんで、その頃で、あいつ確かね、25だったんですよ、元カノ。で、当時で23って偽ってたんで、多分今27、8ぐらいなんだけど、このサイト27、8のないんだよな。どんまいっすね。で、もう一個がね、大阪なんだけど、ちょっと待って。大阪のデリヘルで、今ですね、さらっとパワーで寄せちゃった。多分ね、どうだろうな。多分ね、あれ結構ね、過激なサイトなんですよ。過激なサイトって言ったらごめんなさい、失礼言い方だけど。なんかザ、そういう感じっていうね。なんか、どう言い方したらいい？なんかね、言葉選べねえ。ちょっと待ちくださいね。今、とりあえずね、大阪、デリヘル、ピンピンって調べてるんで。出てくるかな？ちょっと待ってね。大阪、デリヘル、爆弾だったら出てくる。多分ね、爆弾ってね、キーワードがね、結構有名なんだよな。いや、ないな。あった忘れてもらってほしいんだけど、一応見つかりました、そのサイト。在籍一覧。どうでしょうね。俺の元カノね、いるかな？俺の元カノはね、ちょっと待ってくださいね。俺の元カノはね、いないね、もしかしたら。いや、いないね、マジで。やめたのかな、じゃあ。この元カノが多分ね、2、3年ぐらい前なんですよ、元カノなんですよ。そうですね、多分見た感じいないっすね。ここのね、風俗店はね、すげえ特徴的な風俗店なんで、すぐわかるんですよ。ただね、ここのサイトはね、こっちの大阪の方の、俺今どこだ住所言ってたか大阪と長野と違ったかまあいいや。大阪の方の風俗店が年差別とかあるんだけど、長野の方はね、多分ね、2、3個ぐらいかな。多分俺の当時にね、ホームページ教えてもらったんで調べたんですけど、多分ね、25、23ぐらいに偽ってたはずなんだよな。そうですね、いないっすね。いや、いないな、もしかしたら。
やめたのかな、もしかして。そうですね。出勤情報っていうの出てるんで見てみてるんですけど、やっぱりいないな。そうですね。うん、いないっすね。やめたんだ。何やってんだろう。ごめんなさいね。バカなことしてるんですよ。で、あとこれが1、2、3。ちょうど8両編成分か。これがちょうど2周っぽいのが90あるの。これ買っちゃいましょうか。まあ、ちょっとそういう、なんつうの、まあ、どうやって風俗嬢のバイトしてる子たちを知らんの？俺多分ね、2、3年前って何だったっけな？多分 Facebook かな？ さらっと言うなって話ですけどね。今はね、Facebook は結構ね、変なね、外人の人が多いんで、もう Facebook は全然やってないんですけど。結構そうなんですよ。Facebook はね、俺が中学の時からやってるけどね、結構ね、この10年でね、治安悪いんですよね。俺が中学の時はミクシーがあって、なんか掲示板があって、その後何だったっけな？ Facebook がメインか。何言ってんだろ俺 そうですね、関係もない NG 塾で何言ってんすかね すみませんね、バカで。尺できますので30分なんで ちょっとのんびり来ないので作業しましょう。本当は室内灯を作ってもいいんですけど、ちょっと焦げ面がね、ちょうどこの真下で、ちょうどこの辺なんですよ、焦げて傷ついてるの。で、焦げ頭にちょうどこのカメラの真下なんで、机ひっくり返さないといけないんで、ちょっとめんどくさいんですけど。たまに見えもわかんないことありますよね、バカなんで。行こうか。ちょうどこっち。でもね、なんだろう。まあ、風俗で働いてることに関しては別に俺は何とも躊躇ないんですよ。別に俺はね、全然どういう職種で働こうね。まあ、そうね。うん。まあ、あんまり、なんつうの、偏見はなかったんでいいんですけど。ただね、なんだろう。そういうので一番驚いたってなんだろうな。なんだろうな。まあ、まあ、その、なんつうの、とある俺がまあ、その、ミクシーはなんだっけな。多分ね、俺が中1か中2の頃かな。なんかクラスの中でミクシーやってるやつが流行ってて、で、教えてもらって、で、始めて、で、そうね。それでミクシィ一時期やってて。多分中学ぐらいまで。でもミクシィは多分ね、俺中1中2、中3ぐらいまでしか使ってないですよね。で、なんだっけ、中2の時に教えてもらった元カノが、なんかその、まあ、俺と中学校の時はね、バンガードやってたんで、そのバンガードかなんかの掲示板あるよって教えてもらって。今あんのかな、そのバンガードの掲示板って。なんかいろんなスレッド立てるって面白いサイトがあったんですけど。ちょっと面白かった。俺のスマホもう一個どこ行った？俺の専門家がね、もう一個の方がね、別の検索出てきてね、データ残っちゃって、ちょっとその検索出てきて、計算しまって。なんだっけな。いや、あれね、本当にもうね、なんだろう。マジでね、本当にびっくりしたの、一個だけあるんだけど、あんまりどうでもいいんだけど。でもこれどうなんだろうな。当時の俺のチームに来てらっしゃるのかな。多分ね、何人か女子にはね、女子一人か二人には相談したんだよ。女子一人か二人に相談し、ダメそうだったんで、俺、教師に相談したんだけど。バンガード、掲示板、スレッドって言ったら出てくるかな。いや、どうなんだろうな。ないのかな、もう。多分ね、俺が中学校の頃なんですよ、ああいう掲示板って。でも今からほんと10年ぐらい前なんですよ。今俺が25だから、そうです。ちょうど10年ぐらい前か。10年ぐらい前の掲示板なんで。多分ね、もしかしたらもうね、ないんだよな、機能的に。ねえ。もうね、入れ物がなかった。ジップロック！ジープロックどこだ？おいでてこい！やろう！ジープロックもしかして、ここじゃね？あ、瓶、ここだった。足りるか、これ。針金20個とかでいいか。めんどくさいな、諦めたらお願いします。ねえな。そうね。多分ないね、もう。2010何年だな、俺が中2だけど、2010年か。ちょっと喋ってみるか。
ヴァンガード掲示板2014年。で、その掲示板がね、ヴァンガードだったりとか、いろんなスレッドつけれるっつってなんか、いろいろあったんだよな。あ、でもやっぱりないね。やっぱりもう2014年なんで、今から10年ぐらい前なんで、やっぱりもうスレッド自体もないのか、その掲示板サイトも。そうね、ないっすね。ないわ。出てこなかった。でね、そこでね、なんだろう、まあ、その、なんつうの、なんだっけな、その、アイコン、ハンドル名っていうの、そのハンドル名から、その、どの人が、スレッドに入ってたとかっていうのが、ね、なんか入力一覧みたいなやつが当時にガーって見れたんですよ。で、その中でね、なんだろう、たまたまね、なんつうの、その中学の時つけた元カノの、まあ、やつ見つけて、何やってるかなと思って見てたら、なんか普通にね、あんまり動画で言いづらいような書き込みしてて、で、言っていいのかわかんないけど、まあ、言葉はね、慎むけど、そうだ、言葉慎まなかったら終わりなんですよね。で、まあそうね、まあ大体中学校って、下手したら小学校がね、1、2個、合併した中学校っていうのがあると思うんですけど、まあ俺のところもそうだったんですよ。で、まあその元カノが俺と別の小学校出身の子で、で、運よく同じバンガードやってる女子が、同じその別の、元カノと同じ方面の小学校出身のやつが一人いて、で、そいつに相談したのかな？した気がするわ。したんだけどね、どうなったかわかんないからっつって一応教師に相談したんだよな。そう、あの前マジガチでね、教師に相談したんですよ。その時ね、まあ、なんちゃう、俺たちの学校の時は、学年主任っていうのが一人いたんですよ。各クラスの担任プラス、まあ、学年主任って感じの専攻が一人いて。で、その元カノの担任と、学年主任の専攻には相談した。それがどうなったのかは知らん。ただ相談はした。っていうのがね、当時ね、中学2年生にして、ね、俺、超怖かったんだよな。そうなんですよね。あの中2の時はね、結構怖かったかな。そう、あれはね、唯一のね、その今となっては俺の黒歴史になるんですけど。まあ、そっか、俺の人生がね、ほとんど黒歴史なんで。そうね、俺生きてる人生半分以上が黒歴史か。もう、親に申し訳ないですよね。あと、なんだろうな、パワーワードって言ったら申し訳ないけど。そうね、去年、子持ちの女と付き合ったぐらいのパワーワードは出るし。まあ、関係ない人やってね、申し訳ないですけど。何の話をしてるこの動画で俺は一体。まあ、ちょっと被災との部品取りとかね、ちょっとまあ、ね、半分ぐらい無駄話したし、申し訳ないですけど。そうね、去年、子持ちと付き合ってて、それもね、なんかのアプリで知り合ったかなんですけど、アプリとか、まあ、出会い系のアプリじゃないですけど、まあ、ほぼ出会い系みたいな感じのアプリがあるんですけど、結構無料の。そこで知り合って、まあ、同い年に意気投合して、まあ、そうね、付き合ったんですけど、やっぱりね、コロナってことでね、そう簡単にもね、会いに行けなかったんで、あれだったんですけど、そう、めちゃくちゃ性欲強いもんとかなんで。ただね、結構ね、動画でね、可愛かったんですよね。俺そうなんですよ、なんつうのかな、キリッとしたモデルが多いから、結構動画の時の方がロリ系の方が好きなんで、なんかパワーでだけするんだけど、そうね、自分の性欲の部分で、ね、さらってるよね、ちょっとうちゃうちゃんで申し訳ないですけど。それがあったんで、それと付き合ってたぐらい、あとなんかあるかな。そうね、なんつうのかな、まあ、すげえめちゃくちゃダカな人って面白いですけど。元カノが結構ね、病気で亡くなったりっていうのは結構俺多いんで、そうね、その辺に関しては何とも思わないんですけど、ちょっと家族が合わない。あれ？今度合わなくね？ なんか一個余ってんだけど。俺、とうとう感情できなくなったぞ。2、4、ロ、や、と、お、2の4のロの、1個多いじゃねえかよ。1個余ったな。なんか汚いやつないかな。多分ね、何個かハンダ持ったりしたら汚いやつがあるはずなんだけど。全部綺麗だな。普通にちょっともうバカになって感情できなくなって。そうなんですよ。俺ね、一回だけね、コメント欄でね、指摘されたんだけど、8-8たす1が3になったんですよ。なぜかわかんないんだけどね、KQ のね、2つぐらいのね、編成番号で仕込むときに、そうなんですよ。2回くらいやったんですよね。8-8たす1が3。あ、ごめん、8、うん、合ってるか。バカなんですよ、俺ってもう。親は多分ね、半分諦めてるんですよ。もう父親ね、そうね、俺の将来のこと半分以上諦めてるんですよ。もう父親ね。俺はもうね、結婚する気がないってよね、マジで両親にはっきり言ってるんで。申し訳ないですね、親には。いつからこうなったんでしょう。そうなんですよ。俺も気になるわ。よいしょ。あと何があるかな、パワーワード。それぐらいなんだよな。あとはそうね、普通に中3の時に付き合ってた大阪の子が結局心臓かなんかの病気で亡くなったぐらいのパワーワードがあるけど。そうね、それぐらいは結構なんかザラにあるんだよな。そうね、だからね、なんとも思わん。なんとも思わんって言ったら申し訳ないけど。そうね、中3の時に、そう、中3の時はそれなんだよな、これ。あ、なんかね、俺ね、中学の時はね、なんだっけ、中1が真面目に学校行ってたんですよ。で、中2で授業追いつけなくなって、ほぼ、授業中にしたりとか、まあ、サボって、学校サボったりしたんですよ。
中3はね、そうなんですよ。学校サボって遊んでたんですよ。本当に。まあ、ちょっとやんちゃな連中ともつるんでたりとか。まあ、普通に、あの当時から、まあ、競馬してパワードする競馬とかやってたんで、普通に収入源はあったんで。なんでね、まあ、そうですね。普通に、まあ、なんつうの。まあ、元カノもね、その当時の元カノも、まあ、結構ね、病院に入院しっぱなしで、決まってるから普通に病院行ったりもしてたんで。そうですね。普通に、あの辺の便とか、まあ、大阪の都会のところだったんで、普通に近くに、あ、なんつうの。まあ、ちょっとすれば。まあ、バスからね、でかい駅一本で行けたりもしてたんで。そうですね、結構遊び歩いてたんで、あれですけど。そうね、それでね、進路では揉めたんだ。どうするどうしないで。そうなんですよ。あの当時のね、そう、まあ、そうですよね。だからね、俺の進路のこと心配してくれたんだよ。まあ今こんなになっちゃってね。天国ですげえ申し訳ないなと思うんですけど。いや、ちょうどこれで10分か。ちょうどこれで10分。そしたら汚い方の下半分開けるか。6、7。最初に綺麗なやつって使っちゃってもいいと思うんですけどね。綺麗なやつどんくらい持ってんだ。汚いね、こういう端っこのやつとかね、例えば戦闘車、こういう汚いやつとか、戦闘車で使っちゃうんで、取っといてもいいですよ。多分そうっすね。だから俺多分、どうなってたんだろうね。なんか今自分でもね、なんかその自分の人生の分岐点はね、ちょこちょこ気になるわ。まあ、顔合わずで面白いですけど。4、5、6、7、ちょうど10本ですね。じゃあこれでちょうど20本あるんで。ん ?10 本ですか?そうね、これで10本。あれ? 1、2、3、綺麗な10本、綺麗な10本、5、6、7、8、9、これでちょうど10本ですね。これ半分が汚くなりそうだな。まあ、ヘッド汚い分にはね、そこハンダで集中的に使えるんですけど、下汚いやつはね、極力なんだよな。すげえわがままなんで申し訳ないですけど。繋げる分にはね、あとこれ両面テープでピッて繋げればいいんで、いいんですけど。これが上、これが綺麗。これも上、これが下。いや、本当あまりにも本当に短いのは、ちょっと今回も回しましょうか。これが上、これも上、これが下。これきついから、それ切っちゃいましょう。まあ今切る必要ないですけど、邪魔なんで切っちゃう。何かパワーワードってあるかな?なんだろうね。もう本当に結構、マジで黒歴史がほぼないんで、何が何で何が何だかもう自分でも分かんないって感じだよ。申し訳ないですけどね。まあ、気になる人がいればね、でもね、まあ、あ、そうだ、あとパワードとしてね、まあ、パワーワードってわけじゃないけど、そうね、うちのチャンネルは、こんなクソみたいなチャンネルですけど、2度ぐらい、あ、3度ぐらいね、カップルチャンネルのね、チャンスあったんですよ。そうなんだよな、カップルチャンネル届いちゃったんだよな。そしたらね、それは何かの動画ってことあるのかな。わ かんないけど。そうそう、ちょうどね、宮崎県、なんつうの?宮崎県の都城だっけ?都城ってこれに、そうね、これは何で知り合ったのかって言ったら多分 Facebook になると思うんですけど、その、まあ、付き合ってた元カノがいて、で、その子がね、ちょうどこっちの病院に就職決まったっつって、すげえ喜んでたんですよ。そしたら、なぜかどこだっけ?中央林間かな?中央林間とか、小田急とか、小田急とか東急の中央林間のあたりで就職決まったって話題になった、話題とか、普通に喜んだんですけど、ただなぜかね、いざこっち来たとか、なんかその就職の話が結局パーになっちゃって、で、結局地元帰っちゃったんですけど、その子は。もうね、あれが多分今付き合ってたらそのままどうなったんだろうね。まあ、結局そのまま、なんていうのか自然消滅みたいな感じで終わっちゃったんですけど、俺がね、やっぱり飽き性なんで、そうですね、本当にただご迷惑をおかけしましたって感じですけどね。そうなんですよ、どうしてもね、熱しやすく冷めやすい、刀の作りかけみたいな感じなんで。本当に、なんか俺を生かすも殺すも刀鍛冶次第って感じのところが多々あるんで、まあすげえ、まあすげえね、きつい言い方もしないですけど。だからね、結構ね、その、なんていうの、まあ、子持ちの男のね、まあやっぱり子持ちっていうのがあって、
で、こっち系の仕事してる子なんですよ。こっち系。人間のこっちじゃなくて、動物のこっち系の子なんですけど。その子がね、なんだかんだうまくいって5ヶ月ぐらいかな。で、結局、その子がなんか LINE 消したからって言って、なんか、インスタあったけど、なんだろう。そうね、LINE で連絡取れなくなって、インスタ行ったけど、別に連絡してくる気配なかったんで、インスタブロックしちゃったんですけど。そうね。あれが多分5、6ヶ月ぐらいかな。去年のね、いつ頃だろう。去年か一昨年かな。去年か。去年の多分ね、2月から、いや、てか3月、4月から7、8ヶ月か、そんな感じですかね。あ、ちょうど、夏とか、春から夏にかけてとか、秋にかけてぐらいの時期だったんですけど。まあ、そういう感じですかね。銅板と銅線はまだギリギリあるんで、ちょっと調理できますね。あ、銅線ですか？銅板使わないのか。今回のね、GM 線はね、基本的に銅線メインなんで。でね、あと銅線はね、一袋だけでやらなかったんで。あ、結構予備あった。いつ買ったんだろう、これ。買ったのがおととしっていうね。よく持ったな。よいしょ。ね、一応あと銅線はまあ一袋だけ出してみましょう。こんだけ出れば、そうですね、あと残りの特許の分使えますんで。まだやっぱり、そうね、今こうやってクソみたいなリハビリとか取って、まだちょっとやっぱり首痛むんで。そうね、一応、あととか、今日どっちにしそうだ、あれだな。月曜日に病院行って、念のため、その病院ね、基本的に病院って多分ね、木曜日とか土日休みだと思うんですけど、俺の行きつけの病院、珍しくね、平日は全部やってる病院なんですよ。なんかね、祝日土日とか結構休みなんですよ。あ、そうなんですよ。だから今日普通に3日後に病院行ってくださいって、今日も今日病院なんで、ちょっと今日またね、病院行ってみて、レントゲン取ってもらいましょうか。本当にね、なんつったらいいのか、まあ、骨とか神経がね、ずれてるってわけじゃないけど、あんまりよろしくはないよって普通に医者の先生に言われたんで、ちょっと安静にしてと思って。そうなんですよ。俺みたいな人種にね、安静にしとけっていうのは、ね、一番のパワーワードだから。すげえ騒がしい人間ですから。申し訳ないですけど。そういう感じかな。まあ、そうですね、今日この後、今ね、朝の9時ぐらいなんでちょうど。病院確かね、10時半から受付で11時かなのはずなんで。そうですね、まあ、着替えて、のんびり行けば。さて、時間もあるんで、そうですね、軽くなんか、おやつ食って、過ごしてから、行きたいと思います。っていう感じですかね。なんか本当にマジに、俺のくだらないクソみたいな、黒歴史でくれば。気になっていたらね、全然お教えしますんで。よし、そんな感じですかね。ではまた次回の動画で一緒にありがとうございました。